お前たちは今から昼休み分の時間休憩してくれな。さすがに秋野さんと二人きりはちょっと気まずいし、施設内で弁当食べてこよう。うわっ、箸カバンの中だ。ごめん、やっばだ、肌とか下着とか汗とか。秋野さん本当にごめんなさい。ただそのここに来たのは弁当の箸をカバンの中に忘れたからいいかな。ごめん、出直してくるよ。座ってから黙々とご飯食べてるけど。ああ、うわーって話すから聞いて。私って汗っかきなのね。気がついたら周りを避けるようになっちゃってて、さっきみたいにスキーの練習頑張ったら汗拭いてるとこ見られたりするんだよね。あと四季ってバカみたいに真面目だし。バッ、そうかな。まあいいか。耳に髪の毛、最近また再燃して。シスプロ、あ、フラッシュシスターズ。